元祖、岡田屋パンジュパンジュ、パンジュ,ーパンジュー、パンジュ,ーパンジューは、今川焼きから派生した焼き菓子、郷土菓子。三重県伊勢市、北海道大樽市、栃木県足利市の名家、土産菓子として、全国的に認知される。たこ焼きより、大きめな半球状のくぼみが施行された鉄板で、作成され、そのくぼみに生地を流し込み、具材となるあんを入れ、焼き上げる。出来上がりの形状は、 半球型、釣り金型に成形される。発祥地については、諸説あるが、最も有力なのが、創業1901年で最も古い、伊勢市七越パン重説である。もともとは、戦前に、東京で全国に支店を構え営業していたが、戦後の混乱期後、本店は、伊勢市に移転した経緯がある。名称の由来は、まんじゅうは、深すが、 パンのように焼いたまんじゅうということで、パンじゅうと言われたという説と、パンとまんじゅうを合わせたものによるという説がある。西川パンじゅう、昭和30年頃ただし福屋提供。広報男性が、小樽で、かつて営業していた、田中のパンじゅう店主の田中構造生、福屋小樽本店パンじゅう半球場で、生地が、やや厚く、焼き上げられるのが特徴。七越以外の店舗は、 すべて7月廃業後に創業。街歩きのすすめ、お菓子変版中。朝日新聞。httpww. 朝日 .com エリア、北海道、アーティクルズ、MTW2K120 兆8 0 3 0億1097万1。HTML2016 年11月15日。閲覧。ありがとうございます。